とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出てきた装備を使ってみましょう。これですね。夜の棒です。黄金に流れ込む魂3。そして下が、球根クールダウンショットバーストボーストリングとなってます。この球根のところが、ロールチャージとかにもできるんだけども、今回はとりあえず球根で魂をたくさんゲットしていこうっていうところですね。で、それで、輝くローブの雷フォーカス、それに稲妻の矢筒をつけて、とりあえず敵を倒す。で、溜まったソウルでハーベスターを打ち込んでいく。そんな感じですね。どうなるだろう。ハーベスターは強かったんだけども、ソウルの消費が結構エグかったので、使いようがなかったんだよね。今回は使えるのか、どうでしょう。はい、それでは行きましょうか。雷の矢筒を使ってとりあえず倒しましょう。で、コメントでね、バーストボーストリングは、1の方がいいっていうコメントがあったんですよね。1だったらば、1つのターゲットにしか当たらないので、どうなんだろうと思うんですけども、なんかね、ダメージが増えるとかそういう話なんだよな。まあ、とりあえずそれは今検証中です。後で出すと思いますけども、バーストボーストリングはなんかね、3よりも1の方がダメージ出るっていう話なんだよな。まあそれは要検証でやってみましょう。どんな感じだ？あれ？ちょっと待って、あんま倒せないな。はい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 、ちょっと待って。一気にたま、魂が。ちょっと待って待って、待って。バカ強い。ちょっと待って。バカ強いよ。で、やっぱね、球根とか入れてると、ソウルの回収率がえぐいね。あ、やっぱハーベスターさ、範囲がすごいね。範囲すごいし、ダメージもえぐい。あ、強いね、強い。強いけども、ちょっとソウルがね、すごく使ったりして、安定しないな。すごいね。溜まるときものすごい溜まる。ハーベスター、ものすげえ溜まるんだけど、すごい消費するときがある。あ、これはあれだな。あー、なるほどね。あまり連打しすぎると、ダメ。一回ポンって押すぐらいが、良さそう。そしたら、えぐいよ。500万だよ、周りに。しかも結構な、広範囲に500万のダメージなんで。あー、ちょっと待て。はい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 。ソウルのやっぱり吸収量が、ムラがある。そうか、そこをちょっと改善できれば、これは使えるね。ぐいダメージで出せる。しゃあ。あ、なるほど。いや、面白いぞ、これ。面白い。はい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 。なるほどね。おいおい、強い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 。強い。これソウルの吸収量が、ほんと重要になる。なので、弓に、球根をつけるっていうのは、ものすごく大事だね。球根は大事。で、球根の発動率が 20% なのよ。20% で発動して、ゴー魂を入手するんで、これがすごく発動したときは、いい。で、不滅のナイフが、球根1なんだよね。なので、不滅のナイフじゃなくって、サイス系かな？フロストサイスか、あ、フロストサイスがいいだろうね。フロストサイスに、魂の共鳴と流れ込む魂で、球根がついたやつを作るか。そうすると、結構安定するかもしれないですね。で、防具も、ちょっと、ソウル系のやつで行った方が、いいかな。あ、いや、違う。あ、いや、そうか。アーティファクトのダメージも上げたいんだよね。防具はちょっと悩ましいところですね。
うん、でも魂の袋とかは防具には入れたいかな。オッケー、とりあえずボス行ってみましょう。ソウル満タンなのですぐ倒せるんじゃない。いや、そうでもないわそうでもなかった。なるほど、雑魚戦では結構いいけどボスではまあそれなりのダメージってところか。それなりのダメージっていうところですね。はい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 。あ、ちょっと待って、これ、え、球根って別に敵を倒さずとも回復するのか。あ、倒したらソウルを吸収するかと思ったら、あ、なんか、あ、か、あー、はいはいはい、流れてくる流れてくる。あ、ただただ攻撃するだけでソウル吸収するんだ。あ、そうかそうか、そうだったか。はいはいはい。あ、ならこれはいいわ。ああ、別にこのボスと対マンになったとしても攻撃をしたりすれば魂が吸収できるので使っていける。はいはいはい。あ、ああ、いいかもしんない、いいかもしんない。ただしこれね、装備がね結構悩ましいところですね。はい、ということで戻ってきました。今日はこれね、新しくできた夜の棒、これ使ってみましたけども、ね、ハーベスタービルドできるできるけども結構装備が必要になるね。まず夜の棒は絶対必要で、流れ込む魂と球根でクールダウンショット、バーストゴーストにもうこれ、この4つのエンチャントはもう固定だよ。これが絶対いい。で、武器も、不滅のナイフで、もともと、球根1がついてんだけども、球根はね、3がいい。1だったらば、魂が1吸収なんだよ。これ3になると5吸収になるので、絶対3だな。ということで、武器は、フロストサイスが一番いいかな。フロストサイスの、魂の共鳴と流れ込む魂で球根で、あともう一個にはダイナモとかでいいんじゃないかな、のやつが良さそうですね。で、アーティファクトは羽とハーベスターで、もう一個、ここはまあ、敵を倒しやすいやつだったら何でもいいと思います。ハーベスター2つになるとちょっと使いにくいかな。なんで、ハーベスターが発動できない時でも敵を倒していけるような、アーティファクト。まあ、キノコとかでもいいんじゃないですか？がいいかな。で、防具だよね。防具も、できればね、ソウル系がいいんだけども、そうね、タイタンかな。あ、いや、でもな、それじゃダメか。やっぱアーティファクトのダメージが、結構重要になってくるので、ならやっぱ輝くローブが一番いいのかな。輝くローブでもともとクールダウン入ってるので、下がフリーになるでしょ。なのでソウルフォーカスと、初めてだね、ソウルフォーカス使おうって思ったの。ソウルフォーカスと、ポーションバリアでしょ。で、あと2つに魂の袋と、あと何っけ、ソウル系もう一個なんかなかったっけ。まあ、とりあえずなんかソウル系つければ良さそう。あ、タンブルビーでもいいね。タンブルビーでぴょんぴょんしていっても良さそう。あ、影凸はソウル吸収、あ、ソウル吸収しないか。うん、これはね、影にならないと意味がないので、そうね、はいはい、ソウルフォーカスではソウルは吸収しないか。はいはい、まあまあ、とりあえず輝くローブのポーションバリア、ソウルフォーカス、タンブルビーと魂の袋、それが無難じゃないかなと思う。うん、ソウルフォーカスはつきやすいのでちょっと厳選してみようと思います。上をソウル系で締めれば多分ね、ハーベスター使い放題になると思うんで、これはちょっと面白いよ。ハーベスターのダメージ、そして攻撃範囲がえぐいぐらいでかいので、これはちょっと面白いです。はい、ちょっとこれ厳選していきますね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。